美少年ナスユーと、俺が悪かった、嵐桜井翔とキング・アス・ヒラの仕様に懺悔。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ジャニーズ JR 内ユニット E ジェッツ、美少年、7面侍の三組が週替わりでパーソナリティを務めている、ラジラー。 サタデー、NHK ラジオ第1、午後10時台。5月13日放送会は、美少年ナスユートと藤井直樹が登場した。冒頭で藤井が、今日時間あったから、カフェでスマホで旅番組見てた。タイのやつ、と報告すると、ナスは、ベトナムを行ったから、次は、タイに行くのかすごいよね、と反応。というのも、現在放送中のドラマ、 春は、男子恋性を男子。日本テレビ系、デビ少年岩崎大将金座四角よなすと主演を務めている藤井は撮影最終日前日に飛行機のチケットを取り弾丸でベトナム一人旅をしたのだとか。すごい、ね。その行動力、と、称賛するなすに、行動力、大事、とアピールしていた。一方、 ナスはラジオ放送当日、雑誌の取材の時間を間違えて早く起きてしまったため、まずはヒージェッツサクマリュートと映画、ラ探偵コナン黒鉄の魚影、サブマリンを見に行き、岩崎と雑誌の取材を受けた後は、鉄板焼きを食べるなど、充実したツイタチを送ったようだ。その後、番組では、リスナーが懺悔の告白をし、二人が受け止めるコーナー、フジナスラジラー。 残下室、おじっし、ナスは、俺、基本悪いことしないからね、とアピールしつつ、めっちゃ前の話、としてエピソードを語り始めた。何でも、キング・アンド・ス・ヒラの仕様に美容室を紹介してもらったそうで、雑誌の取材を受けた際に、翔くんに美容院を教えてもらいました。と語った、ところ次の号を見たら、嵐桜井翔くんから美容室教えてもらったよ、ってなってて。 と、招違外で紹介されたとのこと。ナスはジャニーズ事務所入所前から大の嵐ファンで、特に桜井を尊敬していると公言しているため、このように間違えられることはたまにあるのだとか、俺が悪かったんだけど、と懺悔していたのだった。この日の放送に、ネット上では、あれ平野の潮んだったの。将君がようやく取ってくれたって言ってたやつだよね。 不処くんが章クんって言ったら平野紫くんな気がするけど那須くんが章クんって言ったら桜井翔くんだと思っちゃうよ、ね。那須くんの発するショークんは平野は平野潮よりも桜井翔って認識なのか、名雑誌の人もなどのコメントが寄せられていた。平野紫耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。 圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。